ショーン・パトリック・ギル・マーティンは、アメリカが州国カリフォルニア州ベンチュラ軍、ムーア・パーク出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。妻は、ケイリー・マケナニーで、娘がいる。2008年の MLB ドラフト31巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名されたが、この時は入団せずに、フロリダ州立大学へ進学した。 2010年には日本で開催された第5回世界大学野球選手権大会にアメリカ合衆国代表として参加した。2011年の MLB ドラフト1巡目でアトランタブレーブスから指名されプロ入り。契約後、参加のルーキー級ガルフコーストリーグブレーブスでプロデビュー。A 級ロームブレーブスでもプレジ、2球団合計で6試合に先発登板して2勝2敗。 防御率3.09、31奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2012年は A 級ミシシッピブレイブスとトリプル A 級グーインネットブレイブスでプレーし、2球団合計で27試合に先発登板して6勝10敗、防御率3.84、111奪三振を記録した。 2013年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグブレーブス、A 級、ローム、トリプル A 級グーイネットでプレイし、3球団合計で21試合に先発登板して4勝8敗、防御率5.06、81脱三振を記録した。オフの12月18日に、ライアン・ドゥーミットとのトレードで、ミネソタツインズへ移籍した。2014年は、 参加の AA 級ニューブリテンロックキャッツとトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスでプレーし、2球団合計で26試合に先発登板して9勝7敗、防御率3.71、133奪三振を記録した。2014年12月11日に行われたルール5ドラフトでニューヨークメッツから指名された。2015年は開幕をメジャーの25人枠で迎え、 4月10日のブレイブス戦でメジャーデビュー。6月14日の同カードでメジャー初勝利を挙げた。メッツのリリーフ陣の一角に定着し、50試合に登板。防御率2.67、ホイップ1.19、フィップ2.75との浮き並み安定した成績を残し、ルーキーイヤーから大きな貢献度を示した。2016年はメジャーでは14試合の登板に止まった。 0勝1敗、防御率7.13、ホイップ1.59と大炎上し、前年に見せた大活躍の再現はならなかった。マイナーリーグでは先発として投げ、19試合中18試合が、先発登板で9勝7敗、防御率4.86、ホイップ1.43という成績だった。2017年は開幕はマイナーオプションによって、 トリプル A 級ラスベガスで迎え、その後はサンドメジャー昇格、マイナー降格を繰り返した。6月11日にディフェとなった。2017年6月11日にウェーバー工事を経てセントルイスカージナルスへ移籍し、参加のトリプル A 級メンフィスレッドバーズへ配属された。9月1日にマイナー契約となった。2018年7月2日に自由契約となった。 2018年7月13日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級ノーフォークタイズへ配属された。8月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフに FA となったがマイナー契約で再契約した。2019年は開幕をトリプル A 級ノーフォークで迎え、6月17日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。6月25日に DF となり、28日にマイナー契約で AAA 級ノーフォークへ配属された。レギュラーシーズン終了後の10月1日に FA となった。2020年2月8日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、23日に正式公示された。 8月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月9日に DF となり11日にマイナー契約となった。8月22日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月23日に再び DF となり25日にマイナー契約となった。9月18日にサンタビメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 29日にシェーンマクラ・ナハンのメジャー昇格に伴い再び DF となり10月1日にマイナー契約となった。オフの11月2日に FA となった。速球は最速92マイルパーアワー。右打者にはチェンジアップ、左打者にはスライダーを大投げする。ありがとうございます。